クリスティアン・ベニテス、クリスティアン・ロヘリオ、ベニテス・ベタン・コールと、クリスチャン・ロハルヨ・ベニテス・ベタン・クール、1986年5月1日から2013年7月29日は、エクアドルキト出身のサッカー選手。エクアドル代表であり、ポジションはフォワード。エクアドルの CDL ナショナルでキャリアを始め、メキシコのサントスラグナでは2008クラウス・ラデリーグ。 最優秀選手賞を受賞した。2009から210シーズンは、イングランドのバーミンガムシティ FC に、レンタル移籍サントスラグな復帰を経て、クラブアメリカにも在籍し、リーガ MX では、計4回リーグ得点王に輝いた。死去時には、カタールのあるジャイ主導派に所属していた。エクアドル代表では58試合に出場して、歴代3位の24得点を挙げており、 ベニテスの背番号11は、エクアドル代表の永久欠番となった。CDL ナシオナルでは決出した活躍を見せ、2006年には、セリー AA で優勝して、リーグ最優秀選手に輝いた。2007年1月には、スペインのビジャレアル CF がベニテスに興味を持ったと、報じられた。エルナシオナルでは、リーグ戦83試合に出場して29得点し、二度リーグ、優勝した。 2007年7月、D ー MX のサントスラグナに移籍した。ベニテスやビセンテマティアス・ボオソーの獲得により、サントスはトップクラブをいくつも倒す印象的なシーズンを送り、ベニテスはヒアンカルロ、マルドナード、ウンベルトス・アソサルバドール・カバニャス、エクトル・マンシージャなどと並んで、リーグ最高の外国人選手の一人とされた。2007年、エディソン・メンデスなどに勝り、 エクアドル国外でプレーする最優秀エクアドル人選手賞を受賞した。ポルトガルの SL ベンフィカなどが獲得に関心を示したが、ベニテスはメキシコに残ることを決め、クラウスーラ2008では10得点を挙げて、リーグ優勝に重要な貢献を果たすとともに、リーグ最優秀選手賞を受賞した。エクアドル人としては、イタロエストピニャン、アレックス・アギナが、 アグスティン・デルガドに次いで4人目の受賞者となった。2009年7月にバーミンガムシティへ移籍。移籍金はベニテスの入団後の活躍により最大1250万ポンドまで上昇するとされ、リバプール FC からエミール・ヘスキーを獲得した際の金額を抜き、バーミンガム史上最高額であると報道されたが、後に完全移籍ではなくレンタル移籍であることが明らかとなった。 シーズン開幕戦のマンチェスターユナイテッド FC 戦の74分にリー・カーリーとの交代で途中出場してデビューを飾り、あわや同点というシュートを放ったが、相手キーパーのベン・フォスターが見せた片手でのダイビングセーブに阻まれた。9月19日のハルシティ AFC 戦で初めて先発出場し、ボズマイヒルのゴールセービングがなければ、 ハットトリックを達成していたかもしれない活躍を見せた。11月9日のリバプール FC 戦では、スコットダンが頭でそらしたボールに詰め、ゴール近距離から遺跡後初得点となるヘディングシュートを決めた。グディソンパークで行われた FA カップのエバートン FC 戦では、アレックス・マクリーシ監督が、センスの良い2ゴールと表現したうちの1点を決めた。最終的には、 リーグ戦30試合出場3得点、公式戦36試合出場4得点と、不甲斐ない結果に終わり、バーミンガムが買取オプションを行使しなかったため、ベニテスはサントスラグナに復帰した。2010年7月21日、サントスラグナとの契約を3年延長した。復帰後初シーズンとなったアペルトゥーラ二千十では十六得点を上げて、得点王に輝き、 サントスを優勝決定戦に導いたが CF、モンテレーに敗れた。2011年5月22日、クラブアメリカに移籍した。移籍金は1000万ドルと報じられ、メキシコのクラブが支払った移籍金の最高金額を更新した。デビュー戦となった7月24日のケレタロ FC 戦で初得点を挙げ、8月21日の クラブアトラス戦では移籍後初のハットトリックを達成した。エルスーペルクラシコの CD、グアダラハラ戦では敗れたもののヘディングでチーム唯一の得点を決めた。アペルトゥーラ2011は8得点に終わる、冴えないシーズンとなったが、クラウスーラ2012では新監督の下で戦った開幕戦のケリタロ FC 戦でクラブのシーズン初得点を決めた。 2012年1月20日のエストゥアンテステコス、戦では4人のディフェンダーとゴールキーをドリブルでかわしてゴールを決め、この得点はリーグのゴールオブザウィークに選ばれた。1月28日のサンルイス FC 戦では PK による得点を含む2得点を挙げているが、アメリカ移籍後に4本の PK を外しており、5度目で初めて PK を成功させた。 4月2日の CF モンテレー戦でも2得点を挙げ、4月8日のエルス・ペル・クラシコでは、このダービーでの自身初勝利を挙た。3から2で勝利した、プエブライフシー戦では86分に PK を決めて、移籍後20得点目とし、クラウスーラ2012レギュラーシーズン最終節のクルス・アースル戦では、チームの全得点を決めた。この2得点によりシーズン通算得点を14得点とし、 サントスラグナ時代以来の得点王、タイに輝いた。2013年7月6日、カタールのアルジャイシュド派と契約を結んだ。7月28日、シェイク・ジャシムカップのカタール SC 戦でデビューし、クラブによると、いかなる健康問題も見られなかったが、この試合がアルジャイシュで出場した最初で最後の試合となった。2006年には、 コパリベルタドーレスの試合を経験しており、コロンビア出身のルイス・フェルナンド・スワレス監督は、ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップ本大会のエクアドル代表メバーに、ベニテスをサプライズ召集した。FIFA ワールドカップ開幕前に行われた、オランダ、日本との親善試合ではスピード、捉えどころのなさ、テクニックなどを見せた。グループリーグ初戦のポーランド戦と2戦目の、 コスタリカ戦では出場機会がなかったが、すでにグループリーグ突破を決めた後の最終戦ドイツ戦では、フェリックス・ボルハに代わって、半開始から出場して45分間プレーした。決勝トーナメント1回戦でイングランドに敗れ、出場はドイツ戦の1試合のみであった。2006年9月6日、アメリカのニュージャージー州、 イーストラザフォードで行われたペルーとの親善試合で代表初得点を挙げた。2007年5月23日に同地で行われたアイルランド共和国との親善試合でも得点し、6月にバルセロナのミニエスタディで行われたペルーとの親善試合でも得点した。コパアメリカ2007では前3試合に先発出場し、3戦全敗でグループリーグ敗退に終わったが、 チリ戦で得点した。2007年9月8日、5から1と圧勝したエルサルバドルとの親善試合では2得点を挙他。2010FIFA フフワールドカップ南米予選のボリビア戦では独力突破から得点し、ボリビア戦の1ヶ月後のチリ戦ではヘディングで決勝点を挙げて空中戦での強さを示した。2014FIFA ワールドカップ南米予選では 1> 第1節のベネズエラ戦、第4節のペルー戦、第6節のコロンビア戦と予選のホームゲームでは3戦連続得点を挙げた。12節のパラグアイ戦でも得点し、死去時にはチーム2位の4得点を挙げていた。2013年7月29日、腹部に強い痛みを感じたために、ドーハの病院に入院した。松地のエクスプレスによって、 ミゲル・エレーラと他のチームメイトに行われたインタビューによると、ベニテスはすぐには医師の診察を受けず、その数時間後に呼吸不全に陥った。心停止につながる合併症を起こし、27歳で死去した。ベニテスの死後、エクアドルサッカー協会は、エクアドル代表において、背番号11を永久欠番とすると発表した。 協会のルイス・チリボーが会長会長によると、ベニテスに敬意を表するために、他の選手が、背番号11を使用することはないというが、FIFA フフワールドカップといった国際サッカー連盟、FIFA フフ主催の大会では、永久欠番が認められていないため、2014FIFA フフワールドカップでは、フェリペ・カイセドが11番を使用している。エクアドルリーグ最多得点記録を持つエルメン・ベニテスは、 クリスティアンの父親である。2007年、元エクアドル代表のクレベル、チャラの娘と結婚した。2009年8月、双子が生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。